いきなり走らせてしまってますけれども、289系の黒潮の基本セット、それからこれねサンダーバードね、683系ね、JR 西日本の683系のリニューアルですね。リニューアルしたタイプの、基本セットと増結セット合わせて9両、それから、ね、黒潮ですね、289系黒潮、こちらのね、基本セットと増結セットの9両、まあそうしてる間に、はい、683系が来ます。あ、いいですね。このリニューアルしてなんとなくこう新幹線っぽくなったというか、こう明るくなった感じですね。そして今回ね、関東継ぎ線路をね導入しましたので、なんとなく車体を傾けて走ってるのは分かります。ね、こうなんか2000系ね、振り子式機動車が走ったらどうなるのかななんて思ってしまいますけれども、はい、車体傾いてるの分かりますかね。結構ねこう問題ない範囲だけ傾きますね。はい、そしてやってきます。同時に降りてきますね。ちょっとね、やっと、まあ、レイアウトというほどのものではありませんが、自宅のねスペースにこうやって、棚といいますかね、いろいろこう切り張りで設けました。車体傾けて、お、曲がってますね、いいですね。はい、289系の黒仕様とさ、やってきます、降りてきます。ちょっとだけ高低差があるんでね、なかなか線路のこれ設定が大変でしたね。平らに比べてやっぱ高低差がある、ね、線路面白いんですけれども、やっぱ微妙にねバランスが崩れるとね、車両の走行が安定しないというと、脱線が頻発するという現象が起きて、やっと調整ができましたね。脱線が起きずに両方向走れるように設定が、ようやく調整ができたなって感じです。はい、そしてやってきます。ちょっとピントが合いづらいかな。はい、683系のサンダーバードね、はい、9両です。この間ね、京都から乗りましたね。そうするとね、やっぱりね、例の影響で、ね、お客さんむちゃくちゃ少ないね。もう今更金沢なんか行く人いないよって感じでね、もう黒潮なんかどうなんすかね。ね、この時期に温泉に行く人っているのかな。まあ一説によればね、温泉はそれはそれで結構健康にいいから、ウイルス予防にはいいかもしれませんね。まあ個人的にはこういう時期だからこそ、まあそのウイルスにかかった方はね、ね、広げないね、うつさないのが大事だということでね、まあ自粛というのも大事かと思いますが、まあどうやって見分けるのってありますけれどね、ね、温泉などに行って地元の経済に貢献するという考え方も必要かもしれませんし、まあ出かけられない方はね、こうやって自分が好きな列車を走らせてね、鉄道模型を楽しむね、自分が欲しかった列車を購入して模型を楽しむというのも大いにありだと思いますね。そしてこの683系ね、リニューアルされて、ちょっとこれロットが新しいタイプかな、結構ね内容的にもねリニューアルされてますね。まあちょっとこの走行風景を見てもらいながらね解説しますと、以前のね683系、681系もそうだったかなと思うんだけど、非常にね下等カプラね連結しづらかったですね。でこのリニューアル編成はね、ボディマウント式のボディカプラ、下等カプラになってますけれども、ね、非常にね連結がしやすかったです。圧倒的にね線路に乗せるこう作業時間が少なかったかなっていう感じがします。それでいてね、サスペンション機構付きですのでね、結構ねあのうちのようなね高低差というか、意外と適当に引いたような線路のレイアウトでも結構安定して走っていきますね。こうやって関東があっても安定して走ります。ちょっとだけね調整が必要でしたけれども、安定して走ってくれるようになりました。それから加藤、これ2度おいしいですね。289系ってのはこれ多分塗装が違うだけでね、交流機器を下ろしたってなっても外観ほとんど変わらないので、ただ塗装帯の色をね、ただ明るいライトグリーンっぽいエメラルドグリーンに変えたかなっていうだけで、289系黒潮がね製品化できてしまったっていうね、2度おいしい製品ですかね。サンダーバード、 JR 西日本が好きな人はね、サンダーバード、まあサンダーバードは圧倒的に人気かと思うんですけど、この黒潮カラーの方がね、289系の方が以前のサンダーバードのカラーに近い感じがしますね。並んで走っても全く違和感がないような、これ新しいリニューアルのねサンダーバードの方がね、なんかね別物に見えてしまいますね。それとこの面白いのが、
まあ実写で気づかなかったんですけども、このこう鳥ね、雷鳥かな、このね車体側面のこの鳥のマークも美しいですね。これなんとね2両にのまたがってるんです。わかるかな、なんかね鳥が飛んでるって感じがします。こう2両にまたがったマークってのはね珍しいんじゃないかな。 N700K などもねかっこいいマークがついてますけれども、シンボルマークがね2両にまたがってついてるんです。これわかるかな、ほらおっぽが長いです。まあツバメかみたいにね長いですね。ツバメが飛んでるんじゃなくて、きっとこれはサンダーバードというか、まあライチョウのことを言いたいんでしょうね。でもなんか JR 九州にちょっと嫉妬したのか、やっぱ国鉄ってねスワローズというか、こう JR バスもそうですけど、こうツバメですからね、 JR も未だにこうツバメマークっていうのはちょっとこう誇りを持ってるんじゃないかなっていう気がします。それでねサンダーバードって言いながら、なんか微妙にこれツバメっぽい、逆に走らせたらこうまさしくツバメじゃないのって言いたくなるね。ライチョウだって多分主張すると思いますけど、きっとツバメのようにも見えなくもないです。はい、そうしてる間にねこの289系が走っていく。289系もねリニューアルするといいよね。多分これきっと後からデザインが出たのか分かりませんけど、昔の683系に近いですね、昔のサンダーバードに近いカラーの色の配合ですね。で新しくなったサンダーバードの方が窓の周りの色が濃くなって、そして帯がこう窓下に直結でついてるので、なんかこの黒潮の方が前のサンダーバードっぽい感じがします。そしてね青いラインが入ったサンダーバード、どうせならサンダーバードならなんか稲妻を象徴して黄色いラインでも入れればね、まあこれ JR 九州のカモメもそうですけどね、白いカモメが登場した時にはくちばしをイメージして黄色いラインだなんて入ってましたけれども、なんかよくわかんないままソニックはブルーのラインだったり、それこそカモメもね783系のハイパーサルの頃はブルーのラインだったんですよね、確か先頭部分ね。でも普通にリニューアルした普通の783系が入るようになってしまって、まあ運用がめんどくさいんでしょうね、分けるのはね。うん、なんかこれ289系も別形式にしなくてもよかったんじゃないの、683系のままでいいんじゃないのみたいにね思っちゃいますね。 JR 東日本は確か交流機器は確か草津とかね、赤城のスワロー赤城はもう交流機器は確か下ろしてたんじゃないかなと思うんですけど、そこは詳しくないです、わかりませんね。ただそのままですね。もう289系なんでわざと別形式起こさなくてよかったんじゃないかと思いますね。これなんか組合かなんかこう労使関係かなんかあるんですかね、株主から突っ込まれるとかね。まあ、株を買うならね、まあ、JR 九州もいいですけど、こう JR 西日本もねちょっとね株主優待は結構良かったりしますね。 JR 東日本と JR 東海の株主優待というかこうしょぼいですね。まあ、5割引きにはなるんですけど、まあなんかこうちょっとこうね殿様商売的な感じがします。まあほっといてもお客が乗る路線とね努力しなきゃいけない会社とは当然違いますね。はい、というわけで289系の黒仕様の基本セットと造形セット、これいずれも加藤製品ですね。それから、加藤の、サンダーバード683系の造形セットと基本セット合わせて9両並べるとねほとんどそっくりですね。色がちょっと違うだけじゃないっていう感じのものでした。加藤も二度美味しい製品化でした、そちらの紹介動画でした。ありがとうございました。